はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。3枚目のメモリーカードが欲しいなって思ってます。最近は俺ね、3枚目のメモリーカードで作ろうと思ってんのが、シーズンキャラ作りたかったやつの残りと、祝い系のキャラ、例えば100人記念とか、あと誕生日記念とか、サルバトーレ発売何周年記念用の企画のキャラがいるんですけど、あれを作っていきたいなと思ってて、あとはね、そのシーズンキャラの残りなんだけど、シーズンキャラの残りはね、体育の人、単語の節句残りのやつ、あの博士の単語の節句と、あとなんだっけ、体育の人、なんだっけ、あと大晦日の夏みを作りたいなと思ってます。よっしゃ、危ね。いや、画面バグってる。 OK、お、危な。はいはいはい。なんですかね、たけるくんはね、本当に強いから、こういう多人数戦を相手にしても全然勝てるキャラなんで。よし、じゃあ次行きましょうか。おお、よっしゃ、これもムソラムでいいでしょう。はい、4回ディメンション。はい、強すぎ。お、いないいないもあるじゃないですか。やば、あいつファイヤーメカも持ってる。危ないですね。あら、なんか別ボタン押しちゃったわ。これもスーパーノーマでいいか。ダメか。バイバーイ。お、生き残ったね。死に損ねえのやつだ。かけるマジ強いね。全然止まらない勢いが。止まらないよ、止まらないよ、溢れそうな思いは。わかるかな。知ってる人なら知ってる、この歌。正解？わからない。止まらないよ、止まらないよ、かけるくんのコンボは。これ3回ディメンションでいいですね。落とせれば。落とせれば3回ディメンション。落とした。落としたぜ。はい、そんなパタパタ、のんきに浮いていたら、殺されますよ。うまい。甘いですね、それは。そのただジャンプするだけじゃ甘い。おう、これ、この爆弾危なすぎ。当たれ。オッケー。やったぜ。最後のディメンション、どこをかけるくん向いてるか分かんなかったけど、なんとか当たり判定が仕事してくれましたね。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。